いよいよ衝撃度ランキングトップ10第10位は、世界最高峰のマジッククラブ、マジックキャッスルのステージに立ち、2007年ワールドマジックアワードベストクローズアップを受賞。アメリカから資格がやってきたマジック界の超エリート、アンドリュー・ゴールディン・ハッシュ。マジック界のエリート、アンドリュー・ゴールデン・ハーシュ。アメリカのマジックワールドアワードでベストクローズアップ賞を受賞した超一流マジシャンがランクイン。 Well, I hope to show the Japanese people a different style of magic. Mysterious, strange, and magic that almost seems real.今回のマジックは日本の折り紙からヒントを得たというアンドリュー。早速1ドル札を折り始め、ゲストたちを不思議な世界に誘っていく。これは何に見える？何それ？蝶々かもしれませんね。 想像を膨らませてください。よく見てください。動いてるかけてみて。はい。OK。わあ！それと取って、もう飛んでるの？はい。やっぱな。待ってて。いや、それ無理だ。さらにアンドリューはサムライマジック。サムライマジック、何？何？頭からウサギが出現した瞬間に衝撃度は400を超えた。